デフレ景気ににぎわう年の暮れ、北海道では1万円札のつかみ取りで31万円をつかんだおばさんがニコニコ顔。楽しいクリスマスが保育園の子どもたちにもやってきました。せわしく行き交う人々の表情のように目まぐるしかったこの1年を今年も振り返ってみましょう。西欧の植民地政策に反感を抱くアラブの民族主義が5月初めレバノンに爆発しました。続いて7月、お隣のイラクに飛んだ動乱の火の手はファイザル国王イラー皇太子を倒して西欧に大きな衝撃を与えました。直ちにアメリカは海兵隊を派遣してレバノンに上陸。毛沢東フルシチョフの共産陣営はこの武力介入を激しく非難。2つの世界の冷たい睨み合いが今年も続きましたが、昨年ソ連に遅れたアメリカはアトラスの大気圏外打ち上げに成功。地球へ大統領のメッセージを送りました。また原子力潜水艦ノーチラス号も北極潜航を成し遂げて大いに宣伝効果を高めました。しかし裏側の南極ではバートアイランド号の援助も虚しく、我が南極観測隊はついに越冬に失敗。すっかり改装した宗谷は11月12日永田隊長を先頭に三度白い大陸への走渡に着きました。一方、八丈島では7月19日、今世紀最後の金環食の観測に成功。今年はお天気に恵まれすぎて、水不足に悩んだ空梅雨の反面、皮肉にも秋には睡魔が東日本を相次いで襲いました。中でも伊豆地方に恐ろしい爪痕を残した22号台風は、西十数か町村をあっという間に押し流して目を覆う惨状です。死者1300名、あまりにも無残な自然の猛威でした。また瀬戸内海の客船南海丸は1月26日沼島沖で遭難。166人の乗客乗務員はついに絶望。続いて8月、全日空 DC3 型旅客機が乗客30人を乗せて下田沖に墜落。多くの犠牲者を出した海と空の不幸な惨事でした。波乱の多かった国内政治では、誕生した第二次岸内閣が勤務評定の全国的な実施に乗り出しました。日教組も全組織を挙げてこれに対抗。子どもたちは自習時間が多くなりました。しかし強気の灘尾文章は激しい抵抗にも目もくれず、警棒とバリケードの護衛付きでついに道徳教育の講習会まで強行。教育の危機を叫ぶ反対闘争は和歌山で流血の不祥事を見るに至りました。しかし長引く闘争に世論の風当たりは強く、先生の悩みも深刻だったようです。群馬県では一部の父兄が職員室から先生を締め出せば、時を同じくして高知県でも日教組幹部に集団暴行を加えるなど傷害事件まで引き起こしました。こうして金票闘争は教育史上に大きな汚点を残したのです。折も折、警察官職務執行法の改正を密かに期としていた政府は突如として衆議院に提出。
このため国会は未曾有の混乱を続けました。そして院外では町から村から岸内閣に非難が集中。それにもかかわらず岸首相は不退転の決意を披れきして会期延長の奇襲作戦。意表をつかれた野党を尻目にあっという間に1ヶ月の延長を決定しました。しかし厳しい批判を受けた自民党は軽食法の審議未了と政府議長の解任を約束して社会党と和平の握手を交わしました。名を譲り実を取った社会党の喜びに引き換え百歩譲った自民党は反主流派の不満が爆発。長期政権への屋台骨はここに大きく揺らぎ始めたのです。今年も賑やかだった海外からのお客様はまず新鋭ジェット機で乗り込んだソ連からのレニングラード交響楽団をはじめボリショイサーカスの熊野スターが子供たちの人気をさらいました。アメリカからはロカビリーの教祖ポール・アンカも来日。乱痴気騒ぎのロカビリー旋風が日本のハイティーンを熱狂させました。またスポーツでは水の王者オーストラリアのコンラッズが日本のホープ山中と世界記録を競いましたが山中の健闘も虚しくコンラッズはさすがに王者の貫禄を見せました。風薫る5月第3回アジア競技大会が神宮外苑国立競技場で華やかに開幕。27カ国1700名の選手が神前の技を競ったのです。アジアの友情を結ぶ和光土の祭典は美しい夜のフィナーレで幕を閉じました。そして11月テニスで結ばれた皇太子様の美しいフィアンセが誕生。皇太子様自ら選んだ正田美智子さんです。とかく暗いニュースの多かった今年の最も大きな明るいニュースでした。地上333メートル東京に世界一高いテレビ塔が12月23日完成しました。展望台から見下ろす師走の街東京。美しいマンモスタワーの陰に1958年も今静かに暮れようとしています。